こんにちは、キューピーです。木山町長、松田です。あ、なんか新しいバージョンを作ってくれました。ありがとうございます。バキュン、はい、今日はですね、いきなりですね、あのちょっと本当はもっと前からあの松田町長に持ってきたかったんですけど、はい、あのやっと持ってこれました。よいしょ。何ですか、何ですか。今日はですね、はい、見てください。そう、なんかすごいのが、じゃ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 、これ段ボールにですね、なんと、よいしょ。ほう、大きい。見てください、塔じゃないですか。ついに、ついに大きな塔。そう、あのちっちゃいね、ちっちゃいバージョンはあのあったんですけど、はい、そのついに大きいポスターが、あの大口修造さんの、はい、から送ってきました。そのパラナカの方に、すいません。私のところには来てないですけどね。うん、まあ、第2弾の。すごい。すごいですね、これね。はい、もう宣伝用の大きなポスター、はい、嬉しいですよこれ、はい、あのマニアは、ね、たまらんですね。この塔がね、やっぱりすごく今、うん、今もう今めっちゃ活躍してますからね。この大きい迫力、ありがとうございます。だから、よかったですね。はい、だからもうこれですよ。じゃーん、見てください。じゃーん、もう早速第2弾の、はい、これですね。もう今だから第1弾のとまだ置いてあるとか置いてあるかもしれないんですけど、もうほとんどないと思います。あ、自分はあの一生瓶のやつはもう本当目ここでしか見てないですもんね。うん、だからそれぐらいもうみんなこう買ってね、うん、くれたんだなっていうのが分かって、うん、はい。で今日はこのあのこれをね、うん、すごいですね。今からこれを買って飲んでください。うん、でこれがいっぱい売れるとまた第3弾の、はい、あのバージョンが、うん、協会とかね出てきたらいいですけどね。出てくると思いますので、はい、はい、もうぜひよろしくお願いします。家電と協会の女性とかいいですよね。はい、いいですよね。はい、もう。あのキングダム、あの鹿児島の大口修造さん、うん、そして木山町とのなんかコラボって言うんですかね、なんて言うんですかね、こんなのね。そうですね、キングダムコラボでいいんじゃないでしょうか。まあ、キングダムコラボですね、はい、すごい贅沢なコラボです、はい、だからね、最新の情報とかも入ってますので、はい、よろしくお願いします。味は確かな、はい、ね、芋焼酎、ね、はい、ま、昔からある ね、はい、伊佐錦さんです、はい、よろしくお願いします、ね、はい、どうぞよろしくお願いしますということで、はい、もうついに2020年12月、はい、なっちゃいました、はい、もう今日で3日、はい、今日3日です。もうあと二十何日ですね。あと二十何日でもう正月ですね、はい、であと10日するともうフレアフェスタです、ね、フレアフェスタ、はい、ついについに、はい、いや、たどり着きました ね、はい、ね、まあ、どうまだまだこうあれなんでしょうけど、だけど今のところはまだ順調に。そうですね、ただ木山町も実はコロナの感染者が、あ、本当ですか。11月末から3人、はい、立て続けに出てですね、うんうん、で今7人になったんですね。あ、ちょっとずつって感じで、はい、だから今年はまさにあの、うん、コロナに始まって、コロナに終われればいいですけどね、あと、いや、終わったら終わったらいけないあの鬼滅の刃とかね、あ、はいはいはい、はい、もうまさになんか私の頭の中では、うんうん、コロナと鬼滅の刃の鬼がね、うん、こうすごくこう、こういい重なって、同化してシンクロするってやつですか、うん、そうですね。だから目に見えない敵というかね、はい、あの、その、うん、敵ではあるけど複雑なあの、うん、まあ、共存していかなきゃいけないのか、鬼滅の鬼も複雑ですからね、複雑ですからね、うん、だからそういう意味で言うとコロナも複雑ですから、はい、そういう一年だったなと思ってますけどね、うん、もう人間こそが鬼かもしれないんですね、うん、だけどあのこれを飲んでバッと忘れましょう、うん、そうですね、はい、まあ、うん、竹は百薬の長というか、はい、うん、これで免疫力をアップして、へえ、はい、エビは相変わらず食べてますか。あ、エビのお肉は、月に3回の月に3回で、うん、今のところ全然健康 で、うん、まあ、健康ですけどね、はい、ただまああの、また12月になったんで、うん、ちょっと気合い入れてエビをまた食べて、また食べないかんですね、うん、カレーとハンバーグと、あ、コロッケと、うん、エミューカツ丼ですね。あ、カツ丼か、はい、エミュー丼ですね。これがなかなかいいですね。なんか噂で聞いたんですけど、うん、レンコンハンバーグが美味しいという。あ、そうですね、レンコンハンバーグはエミとか関係ないですか。関係ないですけど、はいはい、なんか得意料理と。あ、そうですね、はい、なんかあの入江さんのどうぞ、なんか得意なんですよって言ってたんで、ちょっとこのレンコンハンバーグも食べたいなと思いまして、はい、入江さんもこのシリーズでも結構もう著名になりましたね。そう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 、はい、あの入江さんのおかげみたいですね、はい、あの入江さんが宣伝すると、はい、どっと視聴率が、あ、さすがです、ね、視聴数が一気に上がるというあのキャラがやっぱいいんですかね。そうですね、うん、あの、うん、めっちゃ面白かったですもん、はい、あのカメラから横切る入江さんの顔だけでちょっと笑いが取れたという、はい、まあ、本当にありがとうございますって感じで、はい、またこれからもあの、まあ、ホットステーションとか、ね、うん、あの合宿所もそうですし、
いっぱい木山を宣伝していきたいと思いますので、はい、ぜひまた、はい、フェスタ合宿場もね、入江さんにも会いに来てください。またそうですね、はい、また今年も本当お世話になりましたって感じで、はい、今まだ会いますけど、まだ今のうちに何回も言っとこうかと思います、はいはい、来年もよろしくお願いしますって形で、はい、またよろしくお願いします。はい、はいはい、じゃあまた来週来週はい、じゃあさよなら、さよなら。